ての実機プレイになります。今日はですね、本当に5回初めての公開になるんですけれども、プレイアブルキャラクターピッコロのプレイについてちょっと紹介をさせていただきます。はい、咁大家都見到而家就變咗個實機畫面啦。咁今日都會有好難得嘅機會俾大家咧去睇翻笛子魔童嘅戰鬥係點樣噶。はい、どんなお話かと言いますと、ラディッツを倒した後ですね、悟空はあの世に行ってしまって、ご飯は一人で今サバイバル生活に送り込んで、でその間一体ピッコロが何をしていたかというのを一部を、本作では描いております。其實大家見到而家呢個時候係幾時嚟嘅咧？就係拿迪斯阿彌道打完佢嗰場之後，悟空咧就去咗啦另一個世界啦，暫時。於是咧，喺呢個情況之下，究竟笛子魔童自己做緊咩咧？就係我哋而家可以睇到嘅嘢啦。でこの時ですね、各、それぞれの Z 戦士たちはですね、来たるサイヤ人の襲来に備えて、それぞれで修行をしているという状態です。で今その修行中の天津飯とチャオズとこのピッコロが一緒に戦うという、サブストーリーについて今回紹介します。其實大家都知道當中他們、所有的 set 戰士在這個時期都各自會在那裡修行的，那今次就會為大家帶來一個他們在修行期間笛子魔童和天津飯和餃子這兩個角色去做一些修練戰鬥的一個過程的。でこの頃はですね、ピッコロまだ悪の心が強いので、天津飯やチャオズとはですねちょっとしたまあ対立関係にあるんですね。で、その何でしょう、まあその時ならでは その会話っていうのが、このゲームは楽しめますので、はい、ぜひ、そういうところも気にしながら楽しんでいただければなと思います。其實他都提到啦，呢個時期嘅笛子魔童，如果大家熟悉呢款遊戲嘅話，都會知道佢咧仍然都係比較邪惡嘅心係比較強嘅，所以喺佢哋對話之中都會比較多爭執，咁大家都會喺呢款遊戲裡面去睇到呢啲地方嘅。はい、ではバトル始まりました。で今回ですね、2人相手がいるのでですね、まずは体力の低いチャオズから狙っていきたいと思います。咁今次大家都見到係一個一對二嘅戰鬥啦，咁所以佢就會首先由體力比較差嘅餃子開始打起噶。今みたいに結構連携技とかもやってくるんですよね。で、普通にやはりですね、こう戦っていると、結構横からこういった形で天津飯の攻撃がこう来ちゃうんですよね。大家都見到啦，佢一邊喺度打緊餃子嘅時候，其實隔離嗰邊咧，天津飯都會攻擊佢噶。で、そんな中でですね、ピッコロは爆裂マハというですね、自分の周りに爆発を起こして、広範囲に攻撃することができる、技がありまして、こんなのも使いながら、戦うと少しずつ有利に、戦うことができます。咁同埋其實大家都知道笛子魔童嘅特性上咧，佢會有一啲可以攻擊比較大範圍嘅一啲招數嘅，所以你如果一邊用翻呢啲招數咧，都會令到呢個一對二嘅戰鬥會變得比較有利嘅。そうですね。このようにですね、敵を遠くに捉えて。を遠くに捉えてですね、あれすみません、はい、あ、間違えました、失礼しました、ちょっと難しい、少々お待ちください。他本身想捉住嘅敵人喺半空，但剛才出錯招，要打等等。そうだ、ちょっと何でもないです。はい、まずはちょっとチャオズを倒していきたいと思います。はい、所以佢而家就諗住改變方針打低個餃子先嘅。本当にですね、こう2対1非常に辛いんですよ。私有版ではラディッツとピッコロと協力して2対1で戦う場面があるんですけれども、自分が一側になった途端非常に厳しい戦いを強いられることになります。はい、其實他都講翻呢款遊戲，其實你要一對二咁打咧都幾辛苦下噶。大家喺試玩嘅時候，其實有機會可能打到啲二對一嘅戰鬥嘅，但係當自己係孤軍作戰嗰邊嘅時候，其實都幾辛苦噶。啊，やった、よかった、よかった。はい。一人倒してしまえばですね、もうあとはもう天津飯一人ですので、まあ、落ち着いて戦うことができます。はい、咁你見到佢終於打低餃子之後，而家就可以淨係應付天津飯一個啦。ちょっと戦い方を変えてですね、うまくですね打撃ですとか、あとは打撃系スキルを当てていくとですね、相手のスタンゲージを削ることができます。で、そのスタンゲージを削り切った後ですね、必殺技を行うことでまた今度は特殊な演出が見れるようになります。系啦，咁其实咧，佢呢度嘅咧就会用翻啲打击嘅方法咧。你见到佢其实上面条血槽下面仲有一条紫色嘅叫 stand gauge 噶。咁你如果扣晒嗰条 stand gauge 就会有另一样嘢出现嘅啦。我哋留意下啦。ちょっと今からスタンゲージをゼロにするので少々お待ちください。
啦，咁佢嚟紧就会首先打完嗰条机先，要大家等等，要小心等候下啦。あ、できました。はい。この状態でですね、必殺技を入力することで、このように特殊な演出が発生いたします。大家見到咧，佢嗰条先机归零之后咧，就有追击嘅机会，可以用嗰啲大嘅招数。我感觉杀破！哇！犀利啊！喺现场出招噶。いやもうですね、多分。なかなかですね、手指全然うまく操作できなくて今すごい焦ってたんですけれども、ただ最後多分世界で一番今気持ちいい魔漢光サップ僕打てたと思います今はい。佢都話其實佢今次頭先操作上咧都有少少失手嘅，不過咧就應該係咁耐以嚟咧出得最興、出得最爽快嘅一次魔冠光殺炮啦。好，咁啊真係係我現場先知，原來有現場嘅配音出魔冠光殺炮，俾多次掌聲，古川先生同埋 Harrison 現場幫我哋演繹，我啱啱先知咋，犀利啊嚇！好啦，咁啊遊戲示範過啦 ，Harrison 仲係咪有一啲特別嘅嘢帶俾我哋咧？係，そうですね。はい、今ですね、ご紹介したのは本作ならではのオリジナルのストーリーだったんですけれども、もう一つ、今日はせっかく古川さんにお越しいただけているので、原作に合ったワンシーンというのをもう一つ映像でご用意しました。まだちょっと開発中の映像なので一部ちょっとお見苦しいところがあるかもしれないんですけれども、今後まだまだ調整は行っていきます。係啦，咁其實咧，因為今日難得古川先生嚟到咧，頭先佢就介紹咗一個原創劇情啦，而家咧就帶翻一段原作裡面都有劇情俾大家睇下。不過因為仲係開發中嘅一個畫面咧，可能有少少地方都唔係咁好睇嘅，希望大家見諒啦。でおだるになったご飯なんですけれども、一見動きはとろいんですけれども、結構ですね、遠くから岩を投げてきたりとか、だいぶでっかいですね。本当にこんなでかい。キャラとのバトルってこのゲームではなかなかないので、いつもとは違ったこう臨場感を持って楽しむことができます。咁其實你見到咧變咗大猩猩嘅孫悟飯咧，雖然個動作係比較慢，但係都會有一啲例如掟岩石過嚟呢啲大型嘅攻擊嘅。咁好難得你可以面對一隻咁大嘅敵人，都會係一個好有臨場感嘅一個經驗咯。係啊，古川先生都話：哇，真係變到好大隻啊，悟飯。はい、でバトルが終わるとここからのデモシーンにつながりますので、ちょっとデモシーン集中して皆さんちょっと見ていただきたいなと思ってます。はい、咁嚟緊就會係一個影片嚟，所以希望大家可以集中精神睇睇。とんでもない破壊力だ。これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まだあります。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。以上になります。ありがとうございました。俾掌声。第一次喺香港播出嘅呢条短片啊，第一个精彩吗？第一个好精彩啊，听到掌声。石っていうのをしっかり描いております。另外咧，由於咧，大家都知道而家悟空好出名、好勁啦，但係以前其實佢係經過好多同唔同嘅強敵咧去戰鬥之後，先慢慢變強嘅。咁今次呢個遊戲裡面都會好好咁描繪呢個過程出嚟嘅。はい、続いて先日発表されたばかりなんですけれども、本作悟空だけではなくてですね、この今スクリーンに映っている、ご飯、ピッコロ、ベジータについても操作することが可能になっています。
啦，另外一方面，相信大家都好在意噶啦。其實咧，除咗悟空之外咧，大家喺畫面上面見到嘅悟飯啦、笛子魔同啦、比達啦，都將會係有機會成為可操作嘅角色俾大家去玩翻嘅。今日は、ね、せっかくの古川さんに来ていただいているので、この後です、ね、ピッコロの魅力についてたくさん紹介していきますので、これまたぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。系啦，咁另一方面，當然咧，因為古川先生嚟到啦，佢等陣都想再為大家帶嚟一啲有關笛子魔童嘅一個戰鬥畫面俾大家去睇翻，佢更加多笛子魔童呢個角色嘅魅力嘅。はい、次にちょっと RPG 要素について、紹介させていただきます、戦うだけが悟空じゃない、料理を食べて強くなるということでですね、基本的にその敵を倒してレベルアップをしていくっていうのももちろん